はい、こんにちは、こんばんは、浦本です。当チャンネルはですね、自分が今までに出会った漫画、おすすめしたいと思った漫画をただひたすら紹介していくチャンネルとなっております。まず一番初めにですね、チャンネル登録者数100名突破、ありがとうございます。そして、全然動画アップできなくてごめんなさい。まあこれをバネにですね、自分が漫画で得た感動とかおすすめっていうものを、まあ、どんどん共有していければなと思ってます。漫画はやっぱりどんどん発売していってるし、その漫画っていう存在もどんどんその進化していってるので、そこら辺がなんか、ね、時間の流れとともにどんどん共有していけるといいなと考えております。じゃあ早速いきましょう。今日はですね、毎月恒例の4月に買ったコミック紹介一覧って感じですね。先月は若干少なかったんですけど、今月はちょっと増えちゃいましたね。まあ手順としてはいつも通りで、まあ、全部ズバーっと紹介する、新しく出会ったものを紹介する、そして最後に今月出会った、まあ、ベストっていうやつを自分なりに出すって感じですね。じゃあ早速いきましょう。順不動になってますけど、一応少年コミックスから順にこう、まずサイズ順不動みたいな感じ。まずこちら、創世の陰陽師22巻、もう助野義明さんかな、大好き。まあ、もう22巻ですからね、月刊コミックスで、すごい長い。さすがにだいぶでかい話になってきましたね。まあ、転換期となる話になってきましたね。超楽しみです。あ、これ新しいやつですね。荒野の寿飛行隊。これは全1巻かもしれないです。続編は出ないかもしれない。あの天神を書かれていた方ですね、杉江翼っていう方かな、が、その寿飛行隊のコミカライズを手掛けた作品ですね。すごくゆっくりジャンププラスで連載してて、それがついに待望のコミック化、面白いです。そしてこちら、不滅のあなたへ13巻、もう前回のあの終わり方からさあどういう展開を見せたんだっていう感じで、もうすごく楽しみにしてた。まあアニメ化もするという話ですので、もう皆様ぜひ楽しみにしていただければと思いますって感じで。でもアニメ化ってどこまでやるんだろう、さすがに13巻まではやらんだろうって感じです。次ですね、的聖兵のスレイブ5巻ですね。いやー、やっぱ自分これ好きだな。まあ若干ねエチエチなところがあるのは置いといて、そのなんていうか少年漫画っぽいっていうか、そのやっぱり発想、展開、そしてコマの見せ方みたいな、そういったところがすごくなんとか見やすいんですよね。はい、これは自分結構好きだな。ということで5巻、ほんと面白かったです。ちなみにジャンププラスでも最新話追ってるんですけど、最新話めっちゃ面白かったっす。あ、めっちゃ面白いというかめっちゃかっこよかったっす。本当にあいい漫画だって思っちゃった。そしてもう肌古くから続く作品、馬騎道6巻、板垣圭介さんですね。お相撲さんとの対決、さあどうなったかって感じですね。まさかこういう組み合わせになるとは思わなかったです。ちょっと次の巻楽しみだな。いや正直相撲編が始まって、さすがにこれ以上どうなのって自分内心思ってはいたんですよ。正直ちょっと間延びしちゃうんじゃないのって思ったんだけど、いやー今回の巻はほんと面白かったですね。次どうなのっていうのをずーっと楽しみに最後まで見れました。いやー未だに進化を続ける馬騎道素晴らしい。そして延々の消防隊24巻、こちらはもうちょっと世界広がりすぎちゃったんで、今度1巻からゆっくりまた読もうと思います。ちょっとね自分途中若干心が離れた瞬間とかもあったんで、やっぱりそのなんだ少しあの知識いやその知識が抜き落ちるところもありそうなんで、ちょっと今度また1巻からゆっくり読んで、ちゃんと把握しようと思います。次 B6 ですね、かぐや様は暮らしたい19巻。おっと、はいはい、あ、19巻、未だに続く。もう題名、まあこれは言っていいか、題名もうクリアしとるやんっていうね、タイトルに偽りあるだろうって思うんだけど、いやー面白い。本当にねこのキャラクターたちはマジでいいわ。ちょっと初めのシリアスな話もね、意外で結構面白かったけど、やっぱりなんかいつも通りの掛け合いっていうのがこのかぐや様シリーズはとっても面白いですね。そして
綺麗にしてもらえますか。5巻服部光代さんですね。あのクリーニングをテーマにしたお話です。今回も本当に良かった。やっぱ絵うまいなってずっと思う作品でしたね。見やすい、絵がうまい、女の子が可愛い。まあでもやっぱりクリーニングだけだとなかなか話が続かんちゃ続かんような気もするから、いろいろクリーニング以外の話も入ってきてるって感じはしますね。今後どう動くのかちょっと予想があんまできないです。あんま長くは続かないような気もするんですけどね、そのテーマ的に。あ、これ新しく貼ったやつだ。高校事変一家。なんかテロのお父さんを持ってしまう娘の高校生活の話かな。あのテロリストのだ、お前テロリストの仲間じゃんみたいな感じの目で見られながら過ごしていた女の子のお話です。なんかなんで買ったんだろう、なんでかな、なんでだったっけな。なんか一巻見てなんか絵柄が表紙と内容がだいぶ違ってたんですけど、なんかそのあ、ここか、そうそう、なんか普通に一線を越えてきたんで、なので、あ、これはちょっと買ってみようって感じですね。はい、今後が楽しみですね。これはすみません、あの不死のあなたへのおまけでした。して、あー、そう、少年コミックまだあったわ。悠久フォルダー23巻もう止まるところを知らない素晴らしい作品ですね、本当に。これは評価が難しいけど、まあ、どこまでも登っていく、広がっていく、深まっていく世界って感じですね。この空気感、要はネギマの空気感ですよね。ネギマの空気感が大丈夫な人はぜひとも読んでほしい作品かな。個人的には本当に保管していろいろ保管してくれるんで超おすすめです。そして剣眼オメガ6巻、この帯にある通り本当に神回でした。ダロメオンさんですね。もう剣眼手だから続いてもう何巻でしょう、30何冊目。いやー面白かったなー。今回の巻もね、いや、やっぱね、ライアン、いいね。そして、なんと言ってもってとこだよね。まあ、これは、ちょっとね、あの知らない人もいるかもしれないから、これ以上は言わんでおこう。まあ、次の巻も本当楽しみだ。っていうか、まあ、多分今後もずっと楽しみにできる作品。すごいいい思い出だったわ。はい。映写室の若葉さん2巻。青山克美さんかな。これあの2巻でおしまいなので、まあ、残念ながらこれまでって感じですね。まあでもやっぱり知らない世界っていうのを描いてくれてて面白かったですね。はい、あのまあ2巻はちょうどいいかもしれない。あの知らない世界をのそのニッチなところがついてるんで、あ、これも少年コミックスだ。僕のヒーローアカデミア27巻、これ面白いですね。最新巻をジャンププラスでずっと追ってますけど、いやー、さあどこまで踏み込んできてくれるかね、ジャンプさん、今の時代のジャンプっていうのはどこまで踏み込んでくれるんだいと楽しみにして、楽しみでしょうがない作品ですね。そしてこれちょっと中身分からなくて買っちゃいました。これは正直ブラックラグーンのソーヤのお話ですね。掃除屋ソーヤの話、若干表紙と中身はだいぶ違うし、その元のブラックラグーンと比べてもだいぶ違うので、まあ買うのは覚悟がいると思います。はい、これ以上は言わないです。ただ自分はソーヤ好きなんで、まあ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 、あの中身読んであの得るものは結構あったかなと思いますね。そして、あ、壮魂の少女と壮麗の旅、表紙と中身見て、ちょっと雰囲気あるな、でもちょっと多分途中で買わなくなるんだろうなと思っていながらも、もうすでに4巻っていうね。はい、もう感情移入はだいぶ済んできて、あと世界観のなんていうんだ、あの結構一巻読んだ感想がその若干演出過剰って感じだったんですよね。そのまあよくある話ですけど、演出過剰かなって感じだったんだけど、やっとなんか世界観がそれについてきたって感じが少ししますね。はい、今後も楽しみにしていこうと思います。ちょっと難しいお話です。川瀬美さんの釣りご飯もただただあの今アニメでやってるテイポーみたいな感じですね。テイポーみたいな感じの、もう本当に
釣りを通して少女たちのキャッキャウフフがいろいろ見れるっていう、ただただキャラクターを見て和む作品ですね、はい。まあちゃんと釣りとかご飯の話もしてるんで、全然その釣り漫画としても問題ないんじゃない、あ、自分はちょっと釣りあんま詳しくないですけど、釣り漫画としてもちゃんと描かれてると思います。自分大好き空伝の姫君2巻、透明計算、いやー面白かった。やっぱこの人の描く世界観は好きね、本当に好きね。まあ展開結構今回早かったかな。やっぱその高校生っぽい強引さってのも結構あって、初めはうーんって思ったけど、まあまあまあこんなもんかって気もしたんで、普通に面白かったですね。なんかなんだ、結構透明計算ってそのしっとりとした暗いっていうか、まあしっとりとした作品が多いんですけど、これは結構明るいというか結構ポップな雰囲気を醸し出してるかもしれないですね、はい。少しイメージと違うかもしれない。銀河英雄伝18巻、藤崎龍さん、もう最高っす。藤龍の漫画大好き、ほんと大好き。これどうなるんだろうね、自分原作知らないんだよね、ほんとこっからどうなるんだろう。ちょっとまたこれも1巻から読もうかな。これはあんまり読むのは時間かからないからね、まあ、起きてる内容はすごくシンプルだから、大丈夫だとは思うけど、なんか感情移入をもう1ランク上げたい、そんぐらいやっぱ面白い。これは全然今までのストーリーも覚えてるんですけど、感情移入度合いをちょっと上げてもっと楽しみたいって感じですね。わあ、肌が赤くなってきた。ちょっとさっきナイアシン500っていうサプリメントを飲んだんですよ。あれ飲むとね、結構肌がボワーっと赤くなるんですよね。気にしないでください。はい、ブラックジョーク2巻、ブラックガールズトーク、ブラックガールズトークか、ブラックガールズトーク2巻、痛い人間の話をただひたすら繰り広げるっていう超怖い作品です。俺もこう思われてんじゃねえかなって普通に思います。超怖いこの作品が本当に最高です。名前は牧野牧さんですね。トリアーチ21巻、まだ続くか、どこまで続くか。まあだいぶ収束に向かってる感じはありますけど、なんかよくぞここまでって感じですね。多分この作品を知ってる人にとっては本当に多分みんながみんな、えまだ続いてんのって思うんじゃないかなと思うけど、やっぱこの絵のうまさはすごいね、本当にすごい。これもまた今度1巻から読んだ方がいいかもしんないな。結構その難しい話なの、魅力的なキャラクターと大胆なアクションでやっぱざっくり読んじゃうんですけど、実は話は結構複雑になってるっていうもう作品なんで、まあ、今度一から見ないとちょっと感情移入がこれ以上、いやもう一段階やっぱ感情移入を高める必要があるかなって思ってますね、この作品も。おー来ましたね、薬屋の独り言123。本当は456巻まで発売するんですけど、456巻今ちょっと同僚に貸してるんで今家にないっす悲しいかな。なのでちょっとこの3巻だけですね。超面白かった、これマジでおすすめ、薬屋の独り言。まあここになんか次に来る漫画大賞1位って書いてあるんですけど、まあ分かるわ、本当に確かにこれは来るわって思った。なんか他にももう一個同じタイトルで別の作者が書いたものがあるんですけど、そっちはちょっと自分はまだ読んでないので分かんないんですけど、こちらは本当にねもう漫画しいし、絵はうまいし、主人公のキャラクターの表情とか小回りとかもう本当に良かったな。あとまあ世界観的にもね、なんか想像しやすい世界ってはあるんで、まあ面白かったな。まあ薬屋で育っ、まあ召喚で育てられて薬の師匠を持つ少女が誘拐されて高級勤めに行くみたいななんだそれって話ですけど、ただその薬屋の知識を持っていろいろ立ち回るっていう話なんですけどね、すげえ面白い、ほんと面白い。次の巻マジ楽しみ。でも6巻が発売したばっかだからまだしばらく出ないんだろうなと思う。ブラックジョーク10巻、これ何年ぶりっすか、なんか2000日ぶりみたいな数字が書かれてたような気がするんだけど、いやそれ言い過ぎ、2000日は言い過ぎかな、わかんないけど、すごい久しぶりですこれ10巻で、新刊とかのこの人の描く絵はね、もう本当にねフォルムがやばい、フォルムが指1本、髪の毛1つ、
もう服の切れ端一つ取ってもね、もうフォルムがマジやばい、本当に死ぬほどうまい。面白かったっていうか、もうすごかった、本当に芸術作品だね一つの。これもう一回ちゃんと見よう、うん、田口正幸さんですね。以前バトルロワイヤル、バトルロワイヤルのコミカライズをされた方ですね。はい、最高っす。そしてこれ新刊来ましたね、ブーツレグ、安田鈴久さんですね。この人夜桜カルテットで自分すごい好きな作家で、まあ、1巻が発売したんで買ってみました。この分厚さよ、この分厚さ、1巻のこの分厚さ一体何、普通のコミックの 1.5 倍ぐらいあるんだけど、本当に普通に何これ、びっくりするわ。まあいろいろなんだ、ハンドレットって言うんだっけ、ハンドレットっていうなんか悪魔みたいな存在がいて、まあそれに敵対する組織に主人公が入るってお話かな。相変わらずキャラクターが良くて、アクションシーンもかっこよくて、はい、とてもなんていうか王道な作品になってるんじゃないかなと思います。まあまだ一巻なんで、そうね、今後楽しみですね。全ての人類を破壊する、そしてそれらは再生できない、5巻、漫画家が横田拓馬さんですね。背筋をピンとねを描かれた方ですね。大好き。マジック・ザ・ギャザリングの話なんですけど、マジック・ザ・ギャザリングを全く知らない自分がこんなに面白いって思えるってどういうこと？おかしくない？って正直思いますね。はい。すごい面白かった。まあ、単純に学生のなんていうかね、その甘酸っぱい、その恋愛的な話もあるし、やっぱ勝負っていう、この辺のね、分かりやすい展開もあるしね、努力とかいろいろ、これはマジ面白いね。なんか毎回こうやってあのカードがついてくるんだけど、自分は全然マジックだけでもしないから、いつも未開封のまま入ってるんですよね。まあまあこれはしょうがないですね。超おすすめだけど、まあまあ人を選ぶでしょうね。そして罠ガール5巻、まあ女子高生とか、まあ、それとか周りの人たちが獣害に苦しむ、まあ、その部活とか畑とかそういったものに対して罠を張ってって対策するって感じのやつですかね。いろいろ獣の習性とか罠の種類とかいろんな話が書かれてるんで、すごい知ってるけど知らない世界って感じで、とてもおすすめです、はい、そしてここからはもうドカッとしたんですね。よいしょよいしょ、青のエクソシスト25巻まで一気に買っちゃいました。すげえ面白かった、作者が加藤和恵さんっていうのかな、加藤和恵さんで最新巻が25巻ですね。人間と悪魔とっていう世界で悪魔に対抗するエクソシストっていう、まあ、組織に入るお話かな。そしてよいしょ、ゆるキャン、これ1から10巻までですね。まあもうこれはすごい有名なんでみんな知ってるでしょう。キャンプをするお話、女子高生たちがキャンプをするだけのお話です。超面白かった。報文社で77円 Kindle セールみたいなやつが やってて、それで1巻を読んで、これはやっぱ買うかって言って買っちゃいましたね。すげえ面白かった。まだ前回読んでないですね。すごいゆっくり読もうかなと思ってます。で、あともう1個、Kindle の、セールで買ったやつがもう一個あって、それがマドロミバーメイドってやつですね。1巻から7巻まで、これちょっとこれも同僚に今貸してて、今この場いないんですよね、申し訳ないです。まあでも一応先月買ったものということで紹介させていただきます。まあ単純にバーを、いろんな場所でバーを経営する、まあ、女性3人組のいろんなお話ですね。はい、バー、お酒にあんま興味のない自分でも超面白かった。あれはいい作品ですね。結構歴史に残るかもしれないって正直思ってる。絵もうまいし、漫画もうまいし、テーマもいいし、やっぱ仕事の大変さとかお酒の面白さとかいろんなものが描かれるんで、すごくいい作品でした。そして来ました、メイドインアビス9巻、つくしあきずさんですね。いやー、相変わらずすごかったけど展開すごすぎて、ちょっとまた8巻もう一回読み直すかって感じだね。
これどうなるんだろうな。まあでも今までも本当に上げて落として上げて落とし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 て少し上がったように見せて実は落ちてましたなみたいな感じでずっと来たけど、今回は結構ストーリー的に本当にがっつり進んだから面白かったな。あ、こう来るかって感じね。次の感じはマジ楽しみだわ。そして飲み女子7巻、ただただ美味しいものを食べる女性たちと、あとまあその周りの社員たちの、ね、生活を描いたお話です。はい、とっても元気をもらえます。あとやっぱ美味しいものを食べたくなる。そして先輩がうざい後輩の話、5巻ですね。これアニメ化っていう話でしたね。おめでとうございます。どうなるんだろう、どういう風にアニメ化するんだろう。5分アニメ、10分アニメ、さすがに30分アニメはないでしょ。でもこれって自分結構ツイッターで追ってるように思えて、漫画で見ると意外となんていうか知らない輪がいっぱいあるんですよね。漫画用にその書き下ろしてるところもあるでしょうし、まあ、自分がちょっと追えてないところもあるんだろうなとは思うんですけど、なのでツイッター見て面白いと思われてる方はこれ普通にコミック買っていいと思いますね。はい、すげえいいと思う。いいシーンいっぱいあるわ。これ新刊楽しみよな。でもなんかツイッター追ってたまり目に入る新しい輪っていうのもすごいいいですよね。はい、っていう感じかな。今月買ったやつは、はい、って感じで1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,28,29,30 冊プラスに、エクソシスト25冊プラス、ゆるキャン10冊プラス、マドロミバーメイドの7冊、計7冊、わかんない。またこれにドーンって出ると思います。はい。それを計算する能力は今の自分にはないです。すいません。って感じですね。はい。かなり豊作でした。先ほど言ったその放文社、その77円セール、あれのおかげでゆるキャンとマドロミバーメイドに出会ったっていうのは本当に大きかった。で、もう一個は、薬屋だね。そうだね、そこら辺ちょっと新しく出会ったやつを紹介しますか。一応新しく出会ったやつがまずゆるキャン、そして青のエクソシスト、そしてマドロミバーメイドで、荒野の寿飛行隊、ブーツレグ、薬屋の独り言、そして高校時代って感じですね。あ、いやー本当に今回はね、新刊も超良かったけど、その新刊も超良かったけど、そのやっぱ新しく出会ったやつってね、ほんと強かったね。マドロミバーメイド、あと青のエクソシストがほんとやばかった今回。自分なんか一応自分ジャンプスクエア見てるんで、青のスクエア見てるはずなんですけど、なんか内心なんか難しい話なのかなとか、なんかすごいちょっと平和な話なのかなとか、その暗い話のように見せて、実はなんかもう高校生の明るい世界なのかなみたいな感じで思ってたんですよ。で最近になって、あれなんかすごいシリアスなんだけど、どういうこと、変わったのかな、路線変わったのかなって思ったんで、まあ一巻試しに読んでみたら、いや路線変わったものにも初めから最後までそうでしたわ。普通に1巻から25巻までずっと同じペースで淡々とシビアなタイマシの話が繰り広げられてて、いや本当面白かった。すごくいい出会いをした本当に。この青のエクソシストはもう 1,2 回ちょっと、まあ、今月8月だもんね、8月もう 1,2 回ぐらい読みたいなって思っちゃうぐらい本当にいい話だった。でもね、ゆるキャンも良かったし、マーメイドも良かったし、タイマシも良かったし、マジ良かったね。ってことで、はい、すごく幸せな1ヶ月でした。じゃあお約束のナンバーワンっていうか、そのこれやばかったわーってのを選んでいきましょうか。まずは青のエクソシストですね。やっぱまずは1個、自分が今回本当に良かったと思ったのは、これに出会えて良かったって本当思う。これは22巻ですね、青のエクソシスト。この作品にちゃんと出会えてマジ良かった。アニメもちょっともう一回というか、アニメがあんまり見なかったんで、アニメ見ようかなってちょっと思っちゃいましたね。そして次が、まあ、マドロミバーメイドかな、やっぱりマドロミバーメイド、あれは本当に面白かったし、自分の好きな世界だった。
やっぱりこれからは少し自分もお酒飲む回数もまあ増えるかもしれないんで、まあそういう意味でもああいう作品見るのはまあ面白いっちゃ面白いね。やっぱりあれはいろんな人におすすめしたい作品かなって思う。そしてまあいい展開でした。すべての人類を破壊する、それらを再生できない五感。いやーニヤニヤしちゃうわ本当に。私はドキドキしてるよ。まあ、前回の最後もやばかったけどね、うん、はい、この作品好きだな。やっぱね、発売してうわー発売したっていう風に思える作品の一つなんですよこれ。もういつでも楽しませていただいてます。そして次が薬屋の独り言。これ本当に良かった、本当に良かった。いろんな人におすすめしたい。マジで面白かった。こうあとまあ絵もいいよね。絵もいい、漫画もいい、キャラクターもすごい。これアニメ化しないかな、これアニメ化しないかな。アニメ似合いそうだな。でもまあテーマが、いや、でもな、いける気がすんな。これはワンチャンアニメ化すんじゃないし、でも異世界転生もんじゃないしなとかそんなこと言っちゃう。そして本日の一番、今月自分が一番衝撃を受けた素晴らしい作品、これ。正直これ読んでた人間みんな想像できない展開だと思います。正直もう12巻までもう十分に想像できなかったんですよ。でも13巻でそうなるかっていう、はっ、え、あ、そういう話、え、でどうなんのみたいな。いや本当にすごかった。実際その声の形、あれはもう一個のテーマがあるから、そのテーマをこうやってバッと最後までいくっていう感じだったんですけど、これってそもそもテーマが全然ないというか、もうなんていうか永遠がテーマみたいな感じだから、もうどこに行くかが全然想像できなくて、で、あ、ずっときっとこんな感じでいくんだろうなってずっと思ってたのに、まさか13巻に来てその自分の予想をがっつり裏切ってくるとは思わなかった。これはね、あーすごいいい経験したわって思ったね。不滅のあなたが好きでよかった。まあね、ネタバレになっちゃうんで中身はあんま言わないです。ということで今月一番面白かった漫画は不滅のあなたとなります。いやー、いっぱい買っちゃったね。まあいいよね、漫画だし。これからもですね、どんどんお勧めしたいと思うんで、ぜひとも見ていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画がですね、少しでも楽しいと思えた方、いいねやチャンネル登録、コメントなどいただけると嬉しいです。Twitter の方でもですね、日々出会った漫画を紹介していますので、そちらもフォローいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。